発でいきます。直径半径佐賀県警成功お願いします。成功。底抜けの明るさでチームを盛り上げる恋の元気印、羽月龍太郎。高卒2年目の昨シーズンデビューを果たし17試合に出場。今年は春季キャンプを初めて1軍で完走するも、開幕は2軍スタート。ずっと開幕1軍っていうのをキャンプ前から言ってきて、で目指してきて、で本当直前に落ちたんで悔しかったです。それが一つまたこのシーズンに入っても自分の中で反骨心として現れていると。そうです。それでも開幕からおよそ2週間後に昇格を果たすと、先月27日の DeNA 戦では満塁のチャンスで走者一掃のタイムリースリーベース。座席の前に、浅山コーチにその思い切って行っていいぞっていうふうに言われたので、もう思い切って振ろうって初球から行こうっていうのを思ってました。しっかり振るとこは振るっていうとこを意識してます。羽月はこの試合でプロ初の猛打賞も獲得し勝利に貢献。森下と共にお立ち台に上がった。昨日屋上で森下さんと月を見て綺麗だねって言って、それが今日力になったと思います。毎日毎日が勝負だと思ってるんで、一球一球を大事にしていきたいです。今シーズンはすでに去年に並ぶ17試合に出場。そのうち10試合は2番打者として主軸へのつなぎ役という重要な役割を任せられている。1番バッターが、キクさんがしっかり出たら、あとの聖夜さん、龍馬さんというふうにいいバッターがいるんで、そこに何としてでも本当につながないといけないなというふうに思っています。打席の中での粘りであったり、バントも決まるときはしっかり決めれたかなっていうふうに、そういういいとこを伸ばしていきたいです。日に日に存在感を増す若鯉にチームの参謀川田雄介ヘッドコーチも期待を寄せている。当てることが上手なので、当ててゴロさえ打ってくれれば、ゲッツーが崩れてまた初期から仕掛けられるっていうところもありますので、初回の攻撃っていうのは本当に最初から構えた送りバントとかじゃなしにね、ある程度ヒットも狙いつつのバントとか、そういうところは非常に上手にはやってくれてるんだよ。スタメン出場の機会も増えた今シーズン、羽月にはキャンプから続けているバッティングへの意識があった。聖夜さんとか、結構話したりします。お前バコバコ振る選手じゃないから、その自分が思った とこに思った打球がいけるようにしないといけないというふうに教わって、それもずっと意識してます。ゴロを打とうとして上から叩いたら逆にフライになったりっていう、そこで発見もいろいろあるからっていうふうに言われて、でやってみたら本当に自分が思った通りにいかないことの方が多いですけど、練習になってます。日本を代表するバッターから教わった狙った場所へ打ち分ける意識で、つなぐバッティングに磨きをかける。そんな羽月が現在チームトップの数字を叩き出しているのが盗塁数。今シーズンウエスタンリーグでは10試合10盗塁、1軍昇格後も5盗塁をマークし、盗塁成功率 100%。 持ち味のスピードを存分に発揮している。しかし一軍デビューを果たした去年は一度も盗塁を成功させることができていなかった。昨シーズンとの違いとは、
スタートかなっていうふうに思います。癖とかまあいろいろあるんですけど、まあ、そこじゃなくてやっぱり自分が思った時に自分の力でスタートを切るっていうのを自分の感覚で走ってみる。でアウトになったら、あここがダメだったからアウトになった、でもう次はこうしてみようとか、そういうとこをやっぱ少しずつ今年に入って帰ったらまあ良くなりました。一番の変化はスタート。次の塁へ動き出すタイミングを研究し、自分の理想に少しずつ近づけていった。選手によっては今回はしっかり走れたけど、次はちょっとスタートの時に体が浮いてしまうとか、中間走が良くない、スライディングが良くないってことありますけど、今年の羽月を見る限りそういうところがないので、はい、もう本当に、ピッチャーによってですけど、あいつに任せてもいいのかなっていう感じはしますね、見てて、はい、もう失敗していいからどんどん行けっていうふうに言われてるんで、そこはもう本当どんどん行く気で毎日やってます。抜群のスタートで機動力の要、羽月には目標とする選手がいる。赤星さんになれっていうふうに広瀬コーチにずっと言われてるんで、そこをやっぱり目指さないといけないなっていうふうに思ってます。バッティングでもやっぱりこう人がいないところに打つっていう、で出たら走るっていう、まあそういういやらしいバッターっていう選手になってくれて、チームにとってプラスになるような役割をしていきたいです。かつて5年連続で盗塁王に輝いた球界屈指のスピードスターのように、進化を続ける21歳のシーズンはまだ始まったばかりだ。